これつけれないでしょ。おお、つけた。さあ行きましょう。48ですよ。AKB ですよ。AKB 年ですわ。行きますわよ。はい、ということでね、ちょっと物件飛びが今ないっていう、さりげなくしれっと実はやばいんだよね、ちょっとね。うん、実はちょっとやばいんだよね。星飛びは星飛び。なんかないかな、星飛び言いましょう。ちゃはいや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 。ちょっと待って、一応見よっか。一応どれだろうな、これ。この売り場どれかな。絶対これだろう。1って。おい、チートみたいな場所出したぞ。チートみたいな場所出したわ。いや、もう絶対それだな。一択だな、ちょっとそれは。ちょっとごめん、これ一択だわ。これだわ。絶対これだわ、これ。いや、強すぎ。さすがに、1は。1は強えわ。やったー。すげえいい場所拾った。そしたらもうこれも売って、夏飛びがちょっとどうするかだけどね。1枠なんだよな、こいつがな。超音速買うでしょ。で、読者のさりげなく今困ったから物件取り持っとく。星飛びも新しくしておく。でだ、残りの手持ちどうするからな。足踏みと福袋がもういるかどうかだけど、福袋一旦動けないぐらいだったらね、今作強いのはもちろん分かってるんですけど、それでもちょっと動けないデメリットがな、ちょっとね、大きいんだよな。もうこの時期になってくるとね。こんだけ超音速だらけの盤面で一旦動けないって、ちょっとなんか、ダメージが大きい気がする。やめるにしちゃった、間違えて。まあ、いっか。これつけれないでしょ。おお、つけた。すげえ。12。おおすげえ。何その戦い、すごくない？やば、その戦いすげえ。何今の戦いがすげえ、すげえなすりつけ合いじゃん今の。俺が今まで見た中でトップクラスのキングの使えるよ、今の。間違いなく。すげえ。ごめんね、さりげなく目的地入って。あ、989億。もう多分次の目的地でマックスになるな、インフレ。1000億が確か最大だもんね。手ぐしガルパ。手ぐしガルパ？あ、強奪飛びだな、これ。たっけー。テンペストゲームって何？テンペストゲームって何？昔、電波人間ってゲームやってたんだけど、なんか風の精霊みたいなんでさ、テンペスターみたいなやついなかった？なんか、いなかったっけ？テンペスターみたいなやついなかった？なんか、そんな名前のやついたよね。気のせいじゃなければだけど、なんかいた気がする。あ、つけれなかったな。結果アップが食らうのか。なんかごめんね。いや、このキングは俺のせいじゃねえし。お前の不運だろ。俺のせいにすんだよ。命拾いしたな、黄色。あー、超音速買ってるね。まあまあ、そりゃそうだよね。なんか安いもん、カード。持ち金ゼロ。そんなもん持ってたの？っていうか、いつ引いた？怖っ。手ぐしガルパが確かあると思う、この中に。なかったっけ？ベリーズシティ3とかあるけどさ。あれ、手ぐしガルパって、強奪のあれじゃなかったっけ？あ、あるわ、あるわ、あるわ。うん。強奪でゼロ出たらそれでいけばいいよね。ってことは、このターンクソ自由だな。30。30。こんな時にかけてそんな出目出る。あー、農林あるな。農林あるね。この辺まだ結構農林残してるね、俺。熱気球。あー、熱気球持っとくのありだな。あー、農林だな。ね、てか、なんかこの辺抑えないといけない物件意外なほど多い。あ、てか、ここもいけんのか。えぐいな、思ったより。給油駅行くっていうのもありだよね、シンプルだけど。シンプルだけどありだな、給油駅。ちょっとシンプルだけどこれにしよう。もともとの予定これだったし、正直。そう、これ強奪飛びがさ、あれできるじゃん。回復できるじゃん。出たよ、こいつ。お前サムネにした回そんなに伸びなかったんだよ。気持ち悪いしな、シンプルに。ちょっと気持ち悪いよね、こいつね。何？豪雨ね。はい、豪雨。マナーを、だいたい俺だよ。だいたい俺だよ。うん。だいたい俺だよ。物件の被害みたいなやつはだいたい全部俺だよ。知ってるよ。はい。困りましたーい。これサムネにしづらいな。ああ、半分。ありがとう。うん。でも40億減ったからね、君ね。まあ、ゴーダスト病40億で買ったと思えば安い。まあ、よしとしよう。なんでなんでなんでその動きの説明を俺にしてくれないかなあ。その動きの説明をさ、僕にしてほしいな、それな。でっかー。10個振りでっかー。そんなに次はまだ入らないか。24。微妙。ワンチャン入るかもね。手口があれば正直取られた時が面倒だからな。もう次のゴーダストビに選ばれることを願うばかりなんだけど。こいつも入りそうだな。入るならまあどっちかだな。緑か黄色か。もしくは、ゴーダス潰れてたら俺だな。うん、ないね。あれ、これもしかしてあれかな、目的地だと、ないとか、目的地だったら選ばれないとか、なんかそういうのあるかありそう、なんか、あるかもね、今回の個性的な感じでね。ありそう。6年都市とかほら、場所があらかじめ決まってるからあれだけど、ゴーダス飛びとかって毎回違うもんね。2ターン連続で12分の8が現れないって多分ないもんな。じゃあしゃあね。せめて3まで行こう。いや、これでね、ワンパンできたらよかったんだけどな。多分、ゴーダストビでワンパンはできないんだろうな。じゃあ、知らんけど。普通に行けたよって人がいたらあれなんですけどね。いいや、勝手に潰れるだろ、これは。ぶっ飛びか。ワンチャンでもね、あるかもね。ないね。ないね、それはね。そんな真下なことある。ね。なかなか確率引いたね、君ね。はい、いくら捨てるのそれ。7238億。わーい。楽しそうだな。でもなんか10個振りとさ、モンビラス歴がさ、ほぼ一緒じゃない？なんか、威力。どうなんそれ。7月、安ー。これもうスペシャルで入った方がいいかな。入ろうかな、スペシャルで。ちょっと一応次の多分ゴーダストリ見てみていい？ちょっと見てみようか、ゴーダストリね。これでまた現れなかったらさすがにちょっと多分、うん、ほら。これないんじゃないかな。目的地の時は出ないんじゃないのこの中に。その可能性ありそうだよね、全然ね。ありそうだね、そういうのもね。スペシャルねえじゃん、ほんで。じゃあ自力で入れってか。しゃあねえな。18は入れないんじゃない。しまったと買っとくか、今のうちにじゃあ。こういうのやっとく方がいいんじゃない？だってこいつ明らかに一人遠いもん。こいつより近ければ曲のキングは食らわないからな。10個振り多いね、にしてもね。10個振り以外全然しないもんね、今ね。もう呆れてんだよ、キングも。もうお前さーって。ほら、もうお前もうさー、もうお前そんなんばっかだからさー、つって。うん。キングが呆れてんだよ、今。わかる？お前平気でマイナス域いくわね。本当に。なに、マイナス駅好きなの？趣味？もしかして。あ、これ入ったな。そのぐるぐる具合は入ったなって思った。うわ、ほら、1億になった。多分これ、インフレ最大だな。ラホール。ラホール？パキスタン。へえ、パキスタンってそんな国旗なんだ、まず。買われた！もう、クソカオスにされた。何よ！出た！これでかいんだよね。確かね。どこですか？あ、僕ですね。はい、いくらですか？4000億。はい、ふざけんな、バカ。4000億ってすごいね。目的地の4倍ってことなのかな多分な。基準が。あ、14。シーラーズ。じゃ、シーラーズ。シーラーズどこ？あ、これか。それはさっき買ってたね。ちょうだい。しないよ。農林だけだね。俺がするのは。基本的にはね。お祓いいる？お祓いいる？いらなくない？お祓い。うん、もう10個振りしかしねえ、マジで。本当に10個振りしかしねえな。いくら ?2982 億。うん、もうインフレは多分、じゃあこっから52年変わらないんだろうな、これ。目的地の額も多分変わんないね、こっから。1000億から。うん。確かそれが最大って書いてた。うわぁ、最悪。最低。最低。お前、最低。あ、レスキーキューいいな。取るほどじゃないんだけどね。刀狩りとかでね。取るほどじゃないんだけど。何？おー、還暦100回。還暦100回の音速か。うん、いまいちだね。ぶっちゃけもういらないよね。リニアとかくれればいいのに、せめて。この時期音速もらっても嬉しくないでしょ、正直。素直にいいなって、記念千人に。俺いらねえって。いいね、ちゃんと。伝わんないよ、言わなきゃ。37が一番遠いか。ただ、豆鬼と違って一応向かっては来るもんな。なんか近くに農林あればいいんだけど。農林はないか？さすがに。農林はなさそうだな。何この特殊な物件の値段。弾丸タワー、トーチタワー。これ何？高さかな？もしかして。高さなのかなこの値段。238億、318億って。2000億 3% とか魅力的だしね。買っとくか、こういうの。よし。うん。216箇所。24マスか。意外と近い。あ、戻った。よかった。さすがにちょっとキングの付き合いはしたくなかったからな。俺かい！なんでやねん！なんで俺やねん！お任せじゃないでしょ、絶対あれ。もう俺って分かってたじゃん、あれ。なんか、なんとなく。もう絶対俺じゃん！まだ爆発しないはず。確か。3ターンは爆発しないんだよ、ジレマクなんて。だからまだ大丈夫。あと1、2手は大丈夫。次のターンはさすがにでも渡さないとかな。あ、農林だ。農林ミッケだ！いいのメッケ！やったー！よしよしよし、こういうのもね、ちゃんと取っとかないと。なんでプラスで切った？てかなんか、同じ年でも全然インフレート変わってるよね、これなんか。なんとなくだけど。なんだろうね。よくわかんないな。うん。なんか次の年から反映されるみたいに言ってたんだけど、全然そんなことないよね。よくわかんないな。まあ今までの桃鉄とちょっと根本からなんかその辺は違うみたいだし。うん。でもそれに対して俺は結局どうしたらいいの？てか、えらい緑目的地入るな。俺がでもほとんど物件買ってるから、こいつが金の吐き出し口がないっていうのは、いいことだよね。うん。本当にそれは思う。カザフスタン、わかりました。頑張ります。えいえいおー。そういう感じじゃない。そういうノリじゃない。ナイス！ちょっとそれを待ってた、正直。てめえ。あ、独占してない。やばい。あれは行かないとな。じゃあ。わあ、独占できるな、こっち。うわ、独占できるな。このリバは、うん、弱い。福袋がもうね、正直ね、カスになっちゃってるからな、正直な。これだな。あとなんかあるかな？いや、ないか。ちょっと今ばっかりは超音速かな。あ、でもゴーラス飛びやっとくのもありか。1枚あれにして。そうだね。1枚ちょっとゴーラス飛びも回復させよう。よし、オッケー、これでいく。で、まあ超音速で動くので動いて、うん。かな？動いて、まあ星飛びかなんかで次の目的地に近づくとかができればベストかな。うん。まあそんなうまいこといかないのはもちろん知ってるんだけどさ。かなり来たな、にしても。4マス熱気球がなんかで入りそうだな。うん、その距離。あ、入んなかった。どうだ？これ入れるかな俺。入りたいな、こればっかりは。おー、いいね。ありがとうございます。オッケー。で、ゴーラス飛びと、よいしょ。超音速だね。よし。で、使う。さあ、入れるか。17。ダメか。まあ仕方がない。そういうこともあるよな。俺も多分でもね、金の吐き出し口がだんだんなくなっていくから、これもう、安いところから本当は買っておかないといけないんだろうけどね。でも収益上げるには、高いの買わなきゃいけないんだよね。そこの葛藤って感じかな。あとは農林かな。とにかくずっと価値があるな、農林。ちょっと離れちゃうな。赤も言うてそんなに遠いわけじゃないから、この場からそんなに離れるわけには多分いかない。これかな、結局。ごめん、いろいろ言ったけど4000億買おう。はい、218箇所。そう、こいつも言うて15だからね。うん。遠いとはいえ。俺らの中で一番遠いとはいえ15だから、やっぱ移動できる範囲としては、なかなか狭いよ。うん。今10いくつでも戻ってくるから、ありがたい。入りそう。あ、入ったな。まあそうだよね。まあ入るよね。ちょっと緑の所持金ほったらかしすぎかな、今。あれ、5000億って。ベビーキラーするか？金ないし、今。目的地近づいて、ぶんどる？かそういうのもありかな。そう、淡々とだけどさんさんと、でそれ見えない蜜は蜜の味。レモンないないないレモンないないない、好きなタイプは相手をさ答えて、誰かを好きになることなんて私わからなくてさ、嘘か本当か。おわあびっくりした、何それ勝手に買ってきたの物件ね。あ、ほんとだ。何してんねん。どこ買ったの今。どこ買ったっつった。あいつ何してんの。ちょっと待って、物件飛びで移動するつもりだったのに参ったな。ゴーラストリか行って、ちょっと聞いてねえわいやいいけど参ったな。できねえよ900万で。今なんかやられたら俺終わるやん。っていうか900万は900万ってやばいな。ちょっと待って、さすがに想定してませんでした。エリザベスちょっと待ってよ。エリちゃんちょっと、エリちゃん待ってよ。ちょっと聞いてないかなそれは。エリちゃんちょっと僕それ聞いてない。やべえよ。ありがとうございます。金くれ。金をくれ誰か。ベビーキラーか。これはベビーキラーか。さすがにベビーキラーするか。無理だ。うん、かわいいな。うん、かわいいね。5430億。ちょっとちょうだい。さすがにちょっと、ほぼゼロだから今。やばい。はい、知らんおっちゃんの年収ぐらいになっちゃったから。まだ行くでっかっ。まだ行く !5 回行ったんだけど。やばい。最強伝説やん、こいつマジで。何割取ったこれ。9割いってるよな。いや、9割はいってるよ。俺990万しかなくて、5129億になってるもん。何割取ったんだ、こいつマジで。怖っ。ベビキラー怖いね。こんなこともあんだ。俺初めて見た5回水はさすがに。マックス4だと思ってた。強っ。ガチこれ。鬼強いじゃん、ベビキラー。俺、ベビキラー強え。あと、命中率異様に高いしね、あれね。ちょっと見して。ちょ、ベビーキラーカードの説明見たい。ベビーキラー、攻撃系のカードの中で、ベビーキラー、なんで入った。あ、ほんとだ。2回から5回吸い取りだ。で、2回か3回が確率高で、4回か5回が低い。で、佐久間鉄人だけは4回が高い。で、3回が中、2回か5回が低い。対象の持ち金が1000万より少なくなると強制的に終了する。ベビーキラーやばいね。じゃあ俺マックス引いたのか今、実質ほぼ。えぐいね。収益めっちゃ上がってるし、もう1兆いくな。ちょっとランドとかもね買わなきゃね。16兆するからな、ただな値段が16兆やばいよね。ちょっと値段がね。うわ21兆か。48年目にしては言ってる方なんだろうけどね。今までだったらだってもう99兆うんたらでカンストなんだもんな。いや、どうなんだ。そうでもないか。前回の令和とか、どうだったっけもう覚えてないよ。いや、でも今作さ、インフレがさ、トップにこう合わせてさ、結構展開されるから、ずっときついわ。確かに。令和より圧倒的にきつい。その逆転される可能性がやっぱずっと高いから。まあ、逆転とまではいかなくても、こうやってちょくちょく資産上げられることはさ、やっぱ大いにあるからさ、ずっと油断ならんよね、これね。いや、難しくなってると思う、やっぱワールド。だからトップがずっと油断できない。本当に。トップでもずっと油断できない。で、そういう意味ではめちゃくちゃ難しいと思う。